武漢封鎖4年、真実解明を、失った家族への思い今も、中国武漢、勝利に押しつぶされるコロナ遺族、金銭による口封じも、世界で初めて新型コロナウイルスの感染拡大が確認され、コロナの震源地とも言われた中国湖北省武漢市、その都市封鎖、ロックダウンが始まってから23日で丸4年となる。中国政府は2022年12月、市民に厳しい行動制限を敷いてきたゼロコロナ政策を突然撤廃。その後、市民生活は日常を取り戻し、コロナ禍の日々はすっかり忘れ去られたかのように見えるが、今も忘れられない傷を抱えた人々も少なくない。最愛の娘を失った上、当局抑圧で国外脱出。ヤンミンさんの一人娘、ティアン・ユシーさん、当時24歳は、4年前、乳がん治療のため、武漢の病院に入院したが、病院内でコロナに感染し亡くなった。その当時、中国政府は病院で感染が拡大していることを周知していなかった。ヤンミンさんは、当局が情報を隠蔽したため、娘は犠牲になったと責任を追及して抗議を続けた。しかし、当局はヤンミンさんの訴えに耳を貸すことはなく、逆に徹底した監視や尾行で、徐々にヤンミンさんを追い詰めた。拘束の危機が迫っていると感じたヤンミンさんは、ついに国外脱出を決意、東南アジアを経由して欧州に逃れ、去年6月からオランダで生活している。ヤンミンさんはこう振り返る。私にとってこの4年は、あっという間で困難な道のりだった。娘が亡くなってからの4年であり、正義を求める4年でもあった。政府は人や金を駆使して国民を監視し、暴力で鎮圧して屈服させた。問題を解決しようとはしなかった。さらに中国政府が2022年、ゼロコロナ政策を突然放棄した直後に起きた急速な感染拡大の際にも、多くの悲劇を目撃したと語った。ゼロコロナ撤廃直後の感染により、親戚や知人だけでも一度に4人も亡くなった。最大の原因は、中国当局がウイルスに関する本当のデータや、ウイルスが変異してきた経路を隠したためだ。言論や情報統制がますます厳しくなっているのは、当局が真実が明らかになるのを恐れているからだ。中国当局の隠蔽体質は、コロナ禍を経て一層ひどくなっているとヤンミンさんは感じている。情報を隠し批判した男性は、今も拘束続く。一方、遺族の中には、当局に拘束された人もいる。ヤンミンさんと同様、コロナをめぐる当局の情報隠しを追求していた張海さんだ。張海さんの父親は、2020年2月、骨折治療のため、武漢の病院に入院した後、新型コロナに感染し亡くなった。張さんは、その後、父親が死亡したのは、当局の情報隠しが原因だとして、およそ3年にわたり抗議を続けてきた。しかし去年2月、中国当局は張さんを拘束。拘束は、張さんが武漢で起きた医療手当の削減に抗議するデモの動画を、SNS で発信したのがきっかけで、張さんはその後警察に逮捕、起訴された。張さんの知人によると、張さんは去年11月、裁判所から1年3ヶ月の有罪判決を言い渡されたという。中国政府が一時、新型コロナとの戦いの勝利を象徴する英雄都市として宣伝してきた武漢。今では過酷なゼロコロナ政策で、市民を翻弄したことを忘れたように、その宣伝も鳴りを潜めている。その一方で、情報統制と監視は厳しさを増していて、市民たちの苦境は続いている。中国武漢、勝利に押しつぶされるコロナ遺族、金銭による口封じも。中国湖北省武漢市を久しぶりに訪ねた。
新型コロナウイルス流行の震源地となった町であり、2020年1月23日の都市封鎖から4年となる、厳しい行動制限で感染を抑えるゼロコロナ政策は過去となり、市民は日常を取り戻していた。ただ、新型コロナで家族を失った遺族のその後を追うと、感染対策をめぐる共産党の勝利に異を唱えることの困難さを思い知らされた。人災批判の男性を拘束。3年前の冬、武漢のカフェで父親を亡くした女性に話を聞いた。ここで現実に起きたことは悲惨でした。政府が言う偉大な成果などではありません。そう語っていた彼女に再び会いたいと思い、外国製のメッセージアプリで連絡を取った。しばらくして返信が届いた。警察はこのやりとりも見破ることができる。何も答えられない。ごめんなさい。短い文面から当局による締め付けの厳しさが伝わった。過去に取材した遺族の中には、当局に拘束された人さえいる。感染爆発は人災だと地元政府を厳しく批判していた張海さん54だ。世界で初めて新型コロナの流行に直面した武漢の人々は過酷な状況に置かれた。集団感染が初確認された19年末の時点で複数の医師が警鐘を鳴らしていたにもかかわらず、当局はそれを黙認し、観光令を敷いた。初動対応は遅れ、住民らはウイルスの脅威に無防備のままさらされた。張さんの父親も感染リスクを知らぬまま骨折治療のために武漢の病院に入院し、新型コロナに院内感染して亡くなった。張さんは情報隠蔽によって父を含む無数の命が奪われたと主張し、湖北省政府などを相手に損害賠償訴訟を起こそうとした。監視や尾行で日常を奪われ、裁判所が訴えを受理しなかった後も、当局の圧力に屈せず、海外メディアの取材やネット交流サービス、SNS を通じて発信を続けた。そんな張さんが拘束されたのは、23年2月。当時、武漢で医療給付の減額に反対するデモが発生しており、その情報を張さんが SNS で海外に拡散したことが問題視されたようだ。その後、公共秩序騒乱罪に当たるとして逮捕起訴され、非公開の審理で有罪判決を受けたとの情報もある。こうした厳しい現実に絶望し、24歳の娘を失ったヤンミンさんは、国外脱出の道を選んだ。23年3月、武漢から陸路で、隣国ラオスへ国境を越え、今はオランダで暮らす。当局の責任を追及する声を上げてきたが、監視や尾行、脅迫によって平穏な生活を奪われた。共に戦ってきた張さんが拘束される事態にも直面し、出国を決意した。ヤンさんは悪夢のような土地を離れ、生まれ変わった気分です、と弾圧を逃れた安堵の思いを語った。その上で、どこにいようと、非業の死を遂げた娘のために、残りの人生をかけて、真相の公表を求めていきますと強調した。中国で人権擁護活動に取り組み、現在は米国で暮らす、ヤン・ザンチンさん46は、圧力は強まり、希望は小さくなるばかり、事実を求める遺族が支払う代償は、あまりに大きいと指摘した。これまで有志の弁護士らと共に、武漢の遺族ら35人に対し、訴状作成など法的支援をしてきたが、今やその大半と連絡が取れない。当局の圧力は本人だけでなく、家庭や職場にまで及ぶ。時には金銭の力で沈黙を迫ることまであるそうだ。ヤン・ザンチンさんは、我々が支援していた複数の遺族が、最大で数十万元、数百万円の金銭保証を提示され、実際に受け取った事例もあると聞いていると証言した。ある遺族は、末端の行政機関、外道弁事所から、秘密の金銭保証の条件として、今後は一切の情報発信をやめ、他の遺族とも交流しないことなどを書面で約束させられたという。
名目は賠償ではなく、見舞い金などとされ、当局は感染対策の非を認めず、謝罪することもなかった。ヤン・ザンチンさんは、実質的な賠償金であり、我々の取り組みの一定の成果とも言える。だが、訴訟なしの法的手続きを無視し、遺族の口を封じるようなやり方は、極めて不当だ、と批判した。進まぬウイルス起源の解明。家族を失った人の悲しみの声が届かなくなれば、真相の解明は遠のいてしまう。ある遺族が漏らしていた懸念が現実になろうとしている。実際新たな感染症流行に備えるために、重要なウイルスの起源調査は進んでいない。初めて集団感染が確認された武漢中心部の海鮮市場は、閉鎖後に壁が張り巡らされて立ち入り規制されたままだ。3年前に世界保健機構 WHO の国際調査団が視察した武漢ウイルス研究所を訪ねると、外部の目を拒むように施設名の看板が取り外され、入り口に警察官の詰め所が設けられていた。実是急是の教訓どこに。習近平指導部はコロナ対応によって中国の政治制度の優位性を示したと主張する。西側の民主主義に勝ることの証と位置づければこそ、それに疑義を差し挟むことを決して許さないのだろう。だが、イデオロギーよりも事実に基づいて問題に対処する実是急是こそが文化大革命などの悲惨な歴史から得た教訓だったはずだ。中国ではコロナ禍を境に、人々の心から安心感が消え、政治は信頼を失ったと漏らす人がいた。庶民の肌感覚は、勝利の高揚感とは程遠い。武漢封鎖から全土に広がったゼロコロナ政策の暴走により、多くの人が個人の権利や自由を切り捨てられる苦難を味わった。経済への痛手は深く、若者は就職難にあえぎ、より良い明日に確信を持てない人が増えている。